おかわりラーメン丼。鶴岡市本町にある肉そば要。こんにちは。こんにちは、マグロと申します。太田と申します。太田さんですね。いや、要さん、肉そば屋さんということで、はい、鶴岡では結構珍しいですよね。そうですね、珍しいと思います。で、ラーメンも出してるということで、もう学びました。マグロ肉そば屋さんのラーメン、これ肉中華なんです。大体本日も肉中華ということでよろしいですか？いえ、違います。2021年に肉そば店としてオープンした要。その数ヶ月後にはラーメンの提供もスタートし、現在は昼にラーメン、夜に肉そばを提供。はい、お待たせしました。新鮮魚介の塩ラーメンですね。お待たせしました。はい、来ました。うわー、綺麗。新鮮魚介の塩ラーメンということで、はい、うわ、いいです。盛り付けもすごい綺麗で、ありがとうございます。麺線も綺麗に。いただきます。うわ、うまっ。新鮮魚介と名乗るだけある魚の旨味が、綺麗なお魚がすっと泳いでいきました、口の中を。ありがとうございます。うわ、おいしい。この見た目からは想像できないぐらい魚しっかりきますね。これどういった形でスープ取られてるんですか？最初に魚のアラを焼くことによって臭みを消すようにしてますね。スープの出汁に使用するのは焼いた魚のアラ。アラは何を使われてるんですか？今日のアラは、タイとヒラメとスズキを使ってるんですけど、はい、今日のアラは、そうなんです、日によって仕入れによって味が変わる形になります。あ、そうなんですね、はい、毎日魚を変えることで味の変化も楽しんでもらいたいという店主。焼いたアラに貝を加えてベースが完成。そこに特製塩だれやチー油をバランスよく合わせて、魚介の風味豊かなスープに仕上げています。そしてスープを持ち上げるのは細ストレート麺。うん、マグッド。ありがとうございます。マグッドです。これは美味しいわ。綺麗な小麦の香りとつるんと口の中に入ってきて、やっぱ魚感をより一層感じさせてくれる麺ですね。スープとの相性が絶妙な麺は、2種類の小麦をブレンドした特注麺。実はこの麺、鶴岡の人気ラーメン店が製麺しているんです。うちラーメンの師匠がいるんですけど、はい、師匠、あの高野巣の松浦さんって言うんですけど、そちらの方が製麺業もやってまして、はいはいはい、そちらから麺を下ろさせていただいております。創業当時からラーメンの提供も考えていた太田さん、知人を通じて知り合った鶴岡市にある高野巣の2代目からラーメン作りのノウハウを学びました。これはこのラーメンに合うようにっていう形なんですか？師匠で特注に作ってもらいました。なるほど。じゃあもうこのお店に合う麺を。そうですね。なるほど。そば作りを通して次第にラーメンにも魅了されていった太田さん。周りの人に助けられて、やっぱ今 やってこれてると思うので、はい、まあ、そういう人に恩返しできるようになりたいなというのと、中華そば文化なので、はい、あんまりこういうラーメン少ないと思うんですけど、そういう中で庄内の中華そばに埋もれないような最高の一杯を作り上げたいと思ってます。いいですね。そんな中、もちろんそばもね、はい、肉そばもありますから ね、ありがとうございます。このラーメンもですけど、おそばもぜひね、食べに来ていただけたらなと思います、ね、はい、いや、大変美味しい一杯でございました。ありがとうございます。本日はありがとうございました。ありがとうございました。